おはこんばんちは、伊藤です。無瀬戸集会で武器をたくさん作成する方も多いと思いますが、私も武器を作りすぎてカスタム強化に必要な大迷脈玉や激戦の効能が足りなくなりました。今回はそんな大迷脈玉や激戦の効能をソロで比較的枠にて見入れる方法を考えましたのでご紹介します。武器はギルドパレスのライトボウガン、宮廷系の蘇生。ギルドパレス系武器の進化が再認識されつつある昨今ですが、今がもって何のために実装されたのかわからない不遇のライトボウガンです。この武器は、カスタム次第で反応症、リロード不通で、最大5発の睡眠弾でレベル2を撃つことができます。お察しの通りと思いますが、やり方は至ってシンプル。バーランの睡眠弾で眠らせて、タレゴンするだけです。調合用に増強剤と苦虫、蜂蜜も持ち込んでおきましょう。玉バフ、地質学でレベル1はつけておきましょう。地質学でレベル1をつけることによって、落とし物が2回拾えるようになります。これは公式にバグと声明を出されてはいますが、使用については許可されています。なので、そのうち修正される可能性が高いので、今のうちに利用しておくのがお得です。1回の睡眠に対して、タレゴンは最大2回行うことができます。これによって計4つの落とし物を拾えます。装備については、後半で紹介していますが、スリンガー装填数アップはつけておきましょう。眠らせる回数は大体3回程度を目安にします。睡眠弾の持ち込み数が限られているのと、耐性がついてくるので、それ以上だと効率が悪くなります。それでも初手カメゴンができれば、8回のカメゴンと、計16個以上の落とし物を拾うことができます。それだけ拾えれば、歴戦の効能は出現率が高いので、あっという間に溜まります。大迷脈玉は、運次第ですが、先ほどの2回目のカメゴンで出ていましたね。食らってるのでちょっと早送りします。睡眠させる位置はできるだけ壁寄りにするように誘導しましょう。できるだけ、全身の装衣や不動の装衣を着て安全に立ち並ぶ方がいいです。無理にしなくてもいいですが、バーガンがもがいているときに、頭に起爆ルーガンを置いて V 破壊を願ってもいいです。戦闘中の調合は事故のもとなので、できればこまめにしておきましょう。2回目の壁ゴンで頭が破壊できました。また大迷脈玉が出ましたね。今回の報酬では大迷脈玉が2個と歴戦の効能が12個ゲットすることができました。3回目脱がせたので探索から帰還しましょう。
ということで、一応今回使用した装備を紹介します。上から、EX ゴールドルナヘルムベータ。EX マルガメイルベータ。EX マルガーアームベータ。EX ゴールドルナコイルベータ。EX マルガグリールベータ。武器は、基本的に睡眠弾が撃てればどれでも構いません。今回は、かっこいいという理由で、宮廷程度、蘇生を使用しましたが、後で調べたら、ブランシューター2の方が完全に上位互換でした。レア銃武器に完全敗北するイケメンのレア銃に、悲しすぎる。スキル構成について、必須スキルは、睡眠属性強化レベル4、装填拡張レベル3、地質学、スリンガー装填数アップです。その他のスキルは、持っている装飾品や装備に応じて生存スキルを入れるのがいいと思います。今回の手順では倒すわけではないので、火力は必要ありません。一応、上位互換だった、ブランシューター2もご紹介しておきます。ボウガンカスタムで、反動軽減とリロード補助パーツを2つずつ入れれば、反動小、リロード速いになります。それに加え、レア銃のため、状態異常強化を乗ることができます。スキルも変わらず、睡眠属性強化や装填拡張等、必須のものは問題なく詰めます。ちなみに、ムフェと一式装備で発動する、心流脈覚醒も試しましたが、いまいち効果は感じられませんでした。なので体力も減るリスクを考え、今回は採用しませんでした。はい。いかがだったでしょうか。今回は歴戦のガーランやイビル城、ネルギガンテ等の強敵から落とす雷霊脈釜や、錬金できない歴戦の拷問をソロで額にて見入れる方法についてご紹介しました。特に歴戦の拷問はすぐに手に入る手順なのでおすすめです。あとは、ソロで歴戦モンスターの討伐が辛いけど、雷霊脈釜が欲しいという方も、ぜひ試してみてください。参考になったという方や、まだチャンネル登録していない方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いしましょう。